はい、こんにちは。今兄貴の50個チャレンジ、今日はですね、53個目ですね、エンパイア、応答かなと思ったら違うんですね。ネクタリンみたいです。これね、なんかソージャの方から、仕入れてきたんですけど、これね、ソージャで思い出したんですけど、僕よくこれ50個も兄貴いろいろ食べれていいですねってよく言われるんですけど、ソージャの方でそういうなんていうかな、イベントっていうか、もう早稲のね、花嫁とかあの辺からずっと、もう白鵬、清水ね、白麗とかあの辺ずっと送ってんの、このエンパイア、ここまで食べれますみたいなのをソージャの方でやってますので、これ桃農家じゃなくてもそういう30種類か40種類ね、食べれる企画があるみたいなんで、ぜひね、ソージャの方へとりあえずこれ出しときます。ソージャさんの方へね、問い合わせてもらったら、食べ尽くし企画みたいななんかで、30だったか40品種だったか、全部岡山のもの食べれますよみたいなイベントというか企画やってますので、ぜひね、今年はもうこの時期になっちゃったんで、来年ね、申し込みされてはいかがでしょうか。はい、闘病薬も入ってます。じゃあ骨だね、いただきますよ、エンパイア。あ、応答に近いか。あ、いい意味でね、ちょっと酸味があってね、あ、もうね、甘いもも食べ飽きたんで、これぐらいがね、ちょうどいいっす。うん。あ、美味しいな。うん。あ、なんか南国っぽいっていうか、うん、なんか残暑を感じさせる、こう、ね、甘いけど、ちょっと酸味もあって、あ、これぐらいがいいね。フルーツっていう感じやね。うん、ございました。さあ、今日もね、映画の話をしたいと思います。うん、皆さんね、バッテリーっていう映画見たことありますか？林遣都くんっていうか、中学生のね、子っていうか、まあ、バッテリーっていう名前の通りなんで、野球の、映画なんですけど、これ岡山が、なんていうかロケ地っていうか、の話になってて、美まさかとか、まあ、高橋氏が中心なんですけど、高橋高校かとか美まさか中学とか、あの辺がロケ現場になってるんですけど、これね、これお母さん、これキャストすごいですよ。お母さん役が天海祐希さん、お父さん役が、岸谷五郎さん、すごいでしょ、メンツが。うん、それで、ただ僕がね、この映画で一番印象に残ってるシーンっていうかセリフがあるんですけど、これね、ゲストなんか よくわかんないけど、とりあえず菅原文太さんが出てるんですよ。菅原文太ですよ、菅原文太。うん、これがね、この中学生の子、主人公の子のおじいちゃん役で出てるんですけど、まあ、その野球で、まあ、昔甲子園常連校の監督をしてたっていう設定なんですけど、菅原文太さんがその孫のね、その子が、じいちゃんカーブ教えてくれって言うんですよ。で、まあ、僕らも野球やってたら分かるんですけど、まあ、カーブだとか、フォークだとか、変化球って、まだ中学生ぐらいの頃って、肘壊すとか、手首やっちゃうとかで、あんまり変化球は、まあ、監督もおすすめしないというか、投げさせないんですよね。まだ体が十分出来上がってないので、だいたい高校入ったぐらいから、まあ、カーブとかスライダー投げ出して、で、まあ、大学とか行ったらいろいろもっとフォークだとかね、ツーシーム、フォーシーム、いろいろありますけど、だから中学生の頃はね、まだね、変化球、早いんですよね。うん。それで、まあ、おじいちゃん、カーブ教えてよ。って言うんですけど、まあ、菅原文太さんがね、そこで言った一言が、もう僕がこの映画で一番、印象に残ってるシーンっていうかセリフなんですけど、岡山が舞台なんでね、うん、
だから標準語っていうかで言えば、いやダメだ、カーブはまだ早い、今からそんな変化球なんか中学生のうちからやってたら肘壊したりとかそういう理由があって、うん、まだまだ十分ストレートでだけでも勝負できるっていうか通用するんで、中学の時代はだからまだ早いですよっていう、まだカーブなんかちょっと覚えるのは早いっていうか、だからまだ教えれないって言って、菅原文太さん断るんですけど、その時のセリフがこれです。じいちゃんカーブ教えてよ。で菅原文太さん、応援まだ早い、かっけー、岡山でしょ。